はい、どうもチューバーチャンネル TV 神谷です。今回もディズニーマジックキングダムズゲームプレイやっていきたいと思います。ヒロ妖怪が戻ってきたのクエストクリアいたしました。続いて情報収集設計図を集めようのクエストを開始いたしました。さあ続いてヒロのクエストを進めるために、はい、こちらですね、ヒロをレベルアップさせていきましょう。ポチッと。ヒロがレベル2にアップいたしました。さあそしてまた新しいクエスト、こちらですね。さあイベントのクエスト、こちらやっていきましょう。ヒロ AFK 離席中友達を探そうのクエストを開始いたしました。さあそして55は設計図を集めようのクエストやっていきまーす。さあ、妖怪とバトルしております。さあ、恋ボット出現しましたので、タップして勝たしていきましょう。ロボットをタップしております。AFK 移籍中のクエストクリアいたしました。さあ続きましてヒロでございます。科学のエキスパートの登場、他人デモを解放しようということで、アイテム集めていきたいと思います。さあ、プンバ。午後のおやつ、虫を味わおうのクエストを開始いたしました。さあ、続きまして、こちら、ゴーゴーをレベルアップさせていきまーす。ド派手な登場でございます。ゴーゴーがレベル2にアップいたしました。さあ続きまして、見えているかと思いますが、こちらデイマックスのフロートをゲットいたしました。早速パレードを開始していきたいと思います。ようやくパレードが開催されました。さあ出てまいりました。あの赤いのは多分恋ボットではないでしょうか。こちらのバージョンは赤でございます。
不思議な色をしております。さあ、青い恋ボットをタップしていきましょう。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。